こんにちは。先ほど、ミツバチトートさんのインスタライブをさせていただいたんですけども、引き続き、インスタライブを始めさせていただきます。お店スタッフの山崎とカメラマンの吉田、今日は吉田はカメラマンです。はい、よろしくお願いします。すごいさっきのね、ミツバチさんのライブも楽しくて、私たちもね、いつもなんかワクワク楽しみながらお店に立たせてもらってるんですけれども、今日はね、もう一つね、イベントがねあるんですよね。それのご紹介をね、させていただきたいと思うんですけれども、今日はどんなイベントかというと、パンですね。今日あのマルパンさんのパンの販売会をさせていただきたいと思います。ありがとうございます。札幌市中央区にね、お店を構えられているマルパンさんというパン屋さんが、今日もたくさんねパンをね持ってきてくれてます。実は先日もね、行って、販売会を行って、すごく好評だったんですけれども、今回はちょっと今だけのスペシャルメニューも登場するのでね、それを皆さんにご紹介したいと思います。で、マルパンさんのね、ご紹介ちょっとさせていただこうと思うんですけれども、自分たちが美味しいと思える食材を使うことを基本として、安心して食べられる、心と体に嬉しいパンを作られている、お店です。添加物とかもね、使っていない、添加物が入っている材料も一切使ってないというこだわりがあって、低温長時間発酵というパンにストレスを与えず、パンが持つ力を最大限生かした作り方をされているパン屋さんとなっております。そして今日は、マルパンたぬき工事6丁目店のあがたさんをゲストにお招きして、インスタライブをさせていただきたいと思います。それではあがたさん、どうぞ。こんにちは。どうも、よろしくお願いします。それではね、初めましての方もいらっしゃると思うので、はい、自己紹介をお願いしてもいいですか。はい、皆さんこんにちは、あがた薬局のあがたと申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、マルパンさんのご夫婦でね、されてるんですけど、はいはい、マルパンさんのお姉様ということで、はい、そうです。はい、今日ね、来ていただいてます、はいはい。それで、あがた薬局さんっていうのが、たぬき工事の6丁目にあるんですけれども、あがたさんのご家族でね、はい、されているということで、はいはい、ね、そこでもパンを販売ね、はい、してるんですもんね。はい、はい、そうなんです。なので今日はね、はい、パンのこといろいろ教えてもらおうと思って来てもらいました。はい、はい、それではね、はい、先月ね、マルパンさんでマルパンさんのね、販売会させていただいたんですけど、初めてだったんですよね、先月ね。そうなんです、初めて、はい、どうでした？いや、本当にたくさんの方が来てくださって、すごかったですね。はい、もう皆さん嬉しそうにパンをこう選んでくださって、うんうんうん、本当いろんな方とお話できたのが、本当とても幸せな時間を過ごさせていただいて、本当に嬉しかったのと、うんうん、あとシエスタさんのイベント来て美味しかったからって言って、うんうん、本当マルパン本店とかたぬき工事6丁目店にもたくさんお客さん、買いに来てくださって、ね、足運んでくださって、うんうん、本当に嬉しかったです。そう、はい、なんかマルパンさん行ってきたよとかって、ね、うんうん、言ってくれる方も本当に多くなって、はい、ね、私たちもすごい嬉しいなと思ってね、本当嬉しかったです。よかったですよね、はい。で、今回の、ね、販売会ではパンの販売もするんですけれども、はい、ちょっとね、スペシャルメニューのちょっとこれなんですけど、はい、シュトーレンですね。こちら、はい、クリスマスにね、見かけるシュトーレンなんですけど、マルパンさんでもね、はい、販売させていただいてて、で、それを今回ね、持ってきていただいてます。はい、すごいね、人気なんですもんね。そうですね、品切れのね、はい、メニューとかもあるそうなんですけど、はいはい、そうなんです。和三盆となると金時というお豆のシュトーレンなんですけど、こちらが本店で完売いたしました。
いやー、はい、すごい。それをね、はい、今回持ってきてくれて、はい、これでもう、ね、今年の分は終了っていうことなので、はいはい、そうなんです、ね、シエスタさんで最後、はい、貴重なものをありがとうございます。でね、3種類あるんですけど、はい、それぞれねご紹介していきたいなと思っております、はい、最初はさっきねお話もあった、はい、豆のシュトレンですね、はい、こちらはどんな感じのシュトレンですか、はいはい、こちらはですねもともとお正月の贈り物として栗きんとんをイメージして作ったシュトレンなんですけれども、はい、一般的なシュトレンがアーモンドとお砂糖を練ったマジパンっていうものが入ってるんですけど、はい、その代わりに無添加のナルトキントキアンというのさつまいもですね、はい、それと4種類のお豆がたくさん入った和のシュトレンになります。なんと珍しいですよね、はい、そうですね、なかなかあまり、ねはい、しかもナルトキントキがね使われてるっていうのが、はい、ね、美味しそうなシュトレンです、はい。で次は、はい、ショコラのシュトレンですね、はい、こちらはどんな感じの味ですか、はい、ショコラ、シュトレンショコラなんですけど、こちらはプレーンのものにチョコが入ったっていうものじゃなくって、生地も全体にチョコレートが混ぜ込んであって、中の具材にもブランデーに漬け込んだドライフルーツと一緒にチョコがゴロゴロ入ってるのでチョコ好きの方におすすめです。いやこのゴロゴロが、はい、本当にゴロゴロで、はい、入ってますね。もうね、私チョコ大好きなんですけど、はい、美味しいですね、はい、これもすごいおすすめのシュトレンになってます、はい、で最後はドライフルーツのシュトレンですね、はい、はい、はい、ドライフルーツはマルパのオープンの年から作らせていただいている定番の人気商品なんですけれども、こちらもブランデーに漬け込んだ有機のドライフルーツをふんだんに混ぜ込んであります。でドライフルーツとあとショコラの方にもナルトキントキが入ってるんですけれども、うん、生地全体に練り込んでおりまして、あとスパイスとかお酒もナルトキントキに合うものを選んで優しい風味のシュトレンになっております。そう、なんていうんですかね、はい、お酒が効きすぎてないっていうんですかね、うん、そうなんですよね、程よいね、はい、本当にそれがなんか美味しくて、はい、パクパクね食べちゃうんですよ、はい、お子様でもね食べやすい、はい、そうですね、お子様でも食べやすいかと思います、味になってるのですごくね、はい、美味しいんですよね、はい。でこれ今ね袋に、素敵な袋に入ってラッピングされてるんですけど、はい、ちょっと中をね、はい、どんな感じか見てみたいなと思って、はいはい、ちょっとカットをね、はい、してみてもよいですかね、はいはい、よいしょ、おっとっと、ちょっとそれではこちらにね、はい、あるのがこれはドライフルーツのシュトレン、はいはい、になるんですよね。こんな感じで皆さん入っていくですね、これくるくるっとこうやってね、まあ、くるまさってるので、これをこうスルスルっと開けまして、あ、もうすごい、大丈夫ですかね、見えますかね、お砂糖にすごいまぶされてて、あら美味しそうな感じなんですけれども、これ真ん中から、はい、真ん中から、はい、そうですか、はい、いきますよ、はい、おっあら、よっ、開けますね、はい、パカリと、あらー、あ、すごいドライフルーツが、あ、たっぷり、あ、すごいお砂糖がすごいですね、こうした方がいいです、はい、これドライフルーツはいろいろ入ってるんですもんね、はい、そうなんです、イチジクとクランベリー、クルミ、オレンジピールですね、あー、でこれをこうね一切れずつこう、はい、カットして、はい、クリスマスまでに、はい、ね、一切れずつ食べて、はいはい、家族みんなで美味しく食べるっていうね、はい、クリスマスを楽しみにしながら、ね、そうですね、はい、食べていただければと思います。でなんかこのまま食べるのももちろん美味しいんですけど、はい、なんか美味しい食べ方、あ、はい、味変があるっていう、味変が あるんですけど、ね、ドライフルーツとショコラは、うんうん、
スライスしてクリームチーズをつけていただいて、はい、食べていただくとお酒飲まれる方とかにも、はい、おすすめの食べ方なのと、あとは3種類全部なんですけど、うんうん、スライスして、うん、と冷たいバターつけて食べていただいても冷たいバターですか、はい、美味しく、はい、召し上がれるかと思うので、ぜひお試しになってみてください。ちょっとねカロリーはこの時は考えずに、はいはい、ね、少しずつ毎日、ね、そうですね、はい、少しずつ食べていただければ良いなとね、はい、思います。あ、すごい素敵、うん、あ、それで保存の方法なんですけど、真ん中でまず最初に切ってもらって、食べた後こうパカッとこうこうですよね。はい、そうです、そうです。あ、ちょっと分かってないですけどパカッと乾燥しないようにくっつけて、はい、でラップをして、うん、で、保存の袋に入れて冷蔵庫に保管していただくと、はい、ちょっとね長く食べてもらえるかなと思うので、はい、はい、皆さんそんな感じで食べてもらえると嬉しいです、はい、あとはですね、シュトレンの他に普通のパンも来てるんですけれども、ちょっとね前回なかった種類、豆パンだったりくるみパンだったり、あとキッシュね、美味しい、キッシュは美味しいんですよね、すごくね。ドライフルーツのパンも人気でしたよね、はい、こちらね。あ、そして、あ、アップルパイだ、これもねくっつくつ詰めたね、はい、美味しい。あ、クリームパンが今回初めて、はい、初めてです ね、 ね、これもとても美味しい。カスタード、はい、ね、はい、カスタード手作りしてますね、はい、あとクロワッサン、これね、うん、雑誌にも紹介されたクロワッサンが来ていたり、はい、パンオショコラも今回初めてですね、はい、そうですね、はい、チョコレートが入ったクロワッサンになっているのと、うん、こちらに行きますと、あ、これはもうねチーズカレーパンがね、はい、またね取ってちょっと笑顔がこぼれてしまうねカレーパンもすごく美味しいし、あ、で、これはこれも初めてですね、はい、そうです、塩カシューナッツのフーガス、はい、フーガスっていうのはあれですよね、はい、フランスでは定番の葉っぱの形をしたパンで、はいはい、ポカッチャ生地でできてて、はい、あれオリーブオイル外側、そうです、外側塗ってるので、外サクサクで中もちもちのおつまみパンですね。でそれに、ね、はい、入ってるカシューナッツがまたすごく美味しくて、うん、これはあれですよね、あがた薬局さんのお父様がね、はいはい、そうですね父が大好きです ね、 ね、そう、はい、私もお父様に勧められてもう買って食べた時にすごい美味しくてもう、ね、はい、びっくりしちゃったんですけど、はい、ね、こういうのも並んでたりするので、はい、皆さんね、ぜひ楽しみにしていただきたいなと思います、はい。で、パンの販売会は今日ですね12時からのスタートになりますね。で数量限定のためなくなり次第終了となります。あと店内がね混み合ったりする場合にはね人数制限かけさせていただく場合がありますので、その時はご理解ご協力よろしくお願いいたします。で、赤田さんね、はい、こうパン販売終了までいてくださるっていうことなので、はい、なんかね皆さんとまたねいろいろお話とかね、はいはい、できればなと、そうですね、できたら嬉しいなと思います、ね、思っております、はい、こんな感じですかね、はいはい、それではね、はい、最後に行きますよ、はい、行きますよ、はい、行きますよ、はい、うっぱーん、あでは皆さんお待ちしてます。お待ちしてます。ありがとうございます。